じゃあ今日も出演者のみんな集合しよう。出演されました。じゃあ、この時から本日は1つ目の155本日はスタジオライブボリューム155お越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっとまた簡単な告知をですね、門馬庄司の方からしてもいいですか。はい、門馬庄司、はい、行きましょう。まずですね、来週になります。来週の火曜日1月の22日北の男子ライブスタジオスタジオ出演させていただきます。そして来月になります、来月2月の2日スタジオライブボリューム156、そして3月の17日には半年に1回ありますレッドライブありますので、そちらの方ぜひ皆様お越しください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、来週のラジオ、次のラジオはラジオ誰でしょう。じゃあアンディちゃんと広杉くん2人ですね。火曜日の1時20分頃から、はい、そうです。ぜひ来週のラジオが広杉くんとアンディちゃんのラジオ聞いてみてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。で今日はい、この後交流会の撮影会30分ほど行いまして、その後、はい、ツーショット的に撮影会に移るんですけども、はい、最近ですね、追加がすごい多いんですよ。でですね、ツイッターが何で多いんだ、どんなボケだ、どこで俺ツイッターが多いんですよ。ツイッターが多いんですよ、はいはい、無視しますね。ツイッターが多くてですね、上田ヒルとてんやわんやしてしまうのでですね、はい、なるべく交流会と撮影会中にお願いいたします。そしてもし追加がある人は僕の中でお客さんの好きか嫌いかで断らせていただきます。やめなさい、そういうのやめなさい。どうしてそういうこと言うの。個人的にちょっと微妙な感じになったそうですね。そういうの大丈夫ですかね、はい、でもぜひなるべく追加ないようによろしくお願いいたします。お願いします。以上ですか。以上ですね。はい、じゃあもう始めましょうか。そうですね。じゃあまもなきのスタートゴールで行きますか。行きましょうか。行きましょう。なんでこの前の行きますか。